ねえいるのねえいないのどうして許すスなんてするのさっき外から君の部屋見てたけど明かりついてたよ。 会いたかったよ何どうして帰ってくれなんて言うの毎日毎日しつこいからどうして私は君の幼馴染なんだよ幼馴染ならこんなの普通だよてかさっきまで。 誰かいたどうしてってなんだか部屋の中から知らない匂いがするんだもん。嘘つかないで君の匂いはこんなのじゃない私が知ってる君の友達もこんな鼻につく香水は使わないねえ答えてよさっきまで誰かいたの 彼女何それ彼女って何どういうこと私そんなの知らないなんでどうして彼女なんて作ったの幼なじみの私がいるのにどうしてお前には関係ない何それ どうして、そんなこと言うのおかしいおかしいよだってだって私が一番最初に君のことを好きになったんだよそれに私は君のことなら何でもしってるよ生年月日も出生体重も好きな芸能人も好きな曲も好きな匂いも異性の好きな仕草もフェチも何もかも全部しってるよ 君の好きになりたくて私はたくさん努力した君がショートカットが好きと言ったから伸ばし続けた髪も切った君が料理ができる人好きと言ったから手に傷をたくさん作って料理も上手くなった君が…君が清楚な人が好きだと言ったからそれまで着ていた服とかも全部捨てた 君とたくさん話したいから興味ない漫画とかアニメとか全部見た私は私は君に好かれるためだけに生きてきたのそれなのにそれなのにどうして私以外の女と付き合うのそんなのそんなの絶対おかしいよ 私から君を奪った女が憎い絶対絶対許さない君は私の私だけのものなの <laughs> ごめんね 本当はこんなことしたくなかったんだけどこれは君のためにやってることだから本当にごめんね大丈夫。すぐに終わらせるからそれまでゆっくり寝ててね。 起きたんだおはよう <laughs> 何がどうなってるかわからないって顔だねそれじゃあ説明してあげるこれ見て。 我れながらよくとれてるな君に打った薬結構強力だったから少し怖かったけどまあ君とたくさんできたしそれにこの動画が私の手元にある以上君は私に逆らえないえ俺は被害者だ今すぐ訴えてやるって てるの？今の状況わかってる？確かに君は被害者だよ。でもね、この動画を見た人はどっちが被害者だと思うんだろう？もう言わなくてもわかるよね。この動画をばらまかれたくなければ。 あんな彼女とは別れて、私と付き合おう。<laughs> 君のその悔しそうな顔、なんだかゾクゾクしちゃう。<laughs> 私楽しみだよ。君のその悔しそうな顔が、快楽と幸福で歪むその時が。 これから一生、私と愛し合おうね。<laughs> 大好きだよ。私の彼氏。